CDTV ライブライブ夏フェス4時間半 s p ナンンバーアンダーラインアイの INZM に熱い視線2024年夏の音楽シーンを彩る一大イベント CDTV ライブライブの夏フェス4時間半 SP 豪華アーティストたちが勢ぞろいし熱いパフォーマンスを繰り広げるこのイベントに多くの音楽ファンが熱い視線を注いでいる中でもアイドルグループ ナンバーアンダーラインアイの出演はファンの間で大きな話題となっている。ナンバーアンダーラインアイは2023年にデビューしたばかりのフレッシュなグループ。個性豊かなメンバーが集まりキャッチーな楽曲とパワフルなパフォーマンスで瞬く間に人気を獲得している。そして彼らの持ち歌 INZM は中毒性のあるメロディーと力強いダンスですでに多くのファンを魅了している。 この INZM が今回の CDTV ライブ。ライブでフルサイズで披露されることが発表され、ファンの期待は最高潮に達している。CDTV ライブ。ライブの公式ツイッターでは、タイムテーブルが公開されるや否や、ナンバーアンダーラインアイの名前がトレンド入り。ファンからの熱いコメントが殺到した。ナンバーアンダーラインアイの INZM フルサイズで見られるの楽しみすぎる。 21時代は絶対に録画予約しなきゃナンバーアンダーライン愛のダンステレビで見れるの楽しみすぎるといった声が次々と投稿されているなぜ彼らの INZM はこれほどまでにファンを魅了するのかその理由を探るため彼らの楽曲やパフォーマンスの魅力に迫ってみよう INZM は疾走感あふれるアップテンポな楽曲だキャッチーなメロディーは 一度いいたらら忘れられない中毒性を持つ歌詞は夢を追いかける若者たちの熱い思いを表現しており聞く人の心を奮い立たせるそして力強いダンスは楽曲の世界観を完璧に表現し観客を圧倒する特にサビの部分のダンスはメンバー全員が息の合った動きを見せる圧巻のパフォーマンスキレのあるダンスと笑顔が印象的なメンバーたちの表情 そして力強い歌声の三位一体が見るものを魅了する。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスの魅力は楽曲の力強さだけではない。メンバー一人一人の個性と魅力が楽曲にさらなる深みを与えている。リーダーの平野翔はグループのムードメーカー的存在。明るい笑顔と誰とでも仲良くなれる親しみやすさでファンを引きつける。歌声も安定感があり、 パワフルなパフォーマンスを支える重要な役割を担っている。ガン・太はグループのダンスリーダー。卓越したダンススキルで観客を魅了する。キレのある動きと表情豊かなパフォーマンスで楽曲の世界観を表現する。神宮寺優太はグループのボーカル担当。透き通るような歌声で楽曲に優美な雰囲気を添える。繊細な歌声と 表現力豊かな歌い方は聴く人の心を打つ。音楽ファンにとって特別な夜が訪れる瞬間はまるで夢のようなものです。特にお気に入りのアーティストがテレビの大舞台に立つとき、その期待感は頂点に達します。今回「ハッシュタグ #CDTV ライブライブ」L ive L ive の夏フェス4時間半 SP はそんな特別な夜を約束してくれるイベントとなりました。番組開始の知らせが広がる中 視聴者たちは一斉にタイムテーブルをチェックし、自分の好きなアーティストが登場する時間を確認しました。特に21時台に登場するナンバーアンダーライン愛に対する期待感は、ファンの間で大いに高まりました。音楽番組は、単なるエンターテインメント以上のものです。音楽は、人々の心に直接訴えかけ、感情を動かす力があります。だからこそ、ファンはその瞬間を逃さないよう、 テレビの前に集まりまりす今回の CDTV ライブライブも例外ではなく、特に n ーアンダーライン愛の登場を待ち望む声が多く寄せられました。彼らの最新曲、INZM のフルパフォーマンスが披露されることが予告され、ファンたちはその瞬間を見逃すまいと緊張感を高めていました。音楽番組が特別なものとなる理由の一つは、その場限りのライブパフォーマンスにあります。 スタジオやライブ会場でのパフォーマンスは、音楽の持つ生々しい力を最大限に引き出します。そして、そのパフォーマンスがテレビを通じて全国に配信されることで、視聴者は自宅にいながらもライブの興奮を共有することができるのです。今回の「ハッシュタグ #CDTV ライブライブ」でも、多くの視聴者がナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスを楽しみにしていました。特に、INZM という曲は、 リリース以来多くのファンを魅了し、その魅力をテレビで再確認する機会を心待ちにしていたのです。音楽番組の魅力は、そのライブ感だけでなく、アーティストとファンとの距離を縮める役割も果たしています。番組の中で披露されるパフォーマンスやトークは、ファンにとってアーティストをより身近に感じる機会です。特に、今回のように番組がスペシャルな編成で放送されるとき、その期待感は一層高まります。 ファンはお気に入りのアーティストがどのように登場するのか、どの曲が披露されるのかを事前に知り、その期待に胸を膨らませます。ナンバーアンダーラインアイのファンにとって、今回のハッシュタグ CDTV ライブライブは、彼らの新曲を初めてフルで聴ける貴重な機会でした。特に、彼らの出演時間が21時台であることが明らかになると、その時間帯に向けての期待が高まりました。視聴者の中には、 仕事を早く終わらせて帰宅し、テレビの前に座る計画を立てる人も多かったでしょう。音楽番組は、その瞬間瞬間が特別であり、視聴者はその特別な瞬間を共有するために時間を合わせるのです。音楽が人々に与える影響は計り知れません。それは、単なるメロディーやリズムだけでなく、歌詞に込められたメッセージや、パフォーマンスによって伝わる感情が、視聴者の心に深く響くからです。 今回の No. アンダーライン I の INZM もそのメッセージ性の高さから多くの視聴者に感動を与えることでしょう。音楽は時に言葉では表現できない感情を伝える力を持っています。そしてそんな力強い音楽がテレビを通じて届けられることで視聴者は一層その世界に引き込まれていくのです。さらに音楽番組は時にアーティストの新たな一面を引き出す場ともなります。 ライブパフォーマンスでは、スタジオ録音とは異なる生の音が届けられ、アーティストの真の実力が試されます。ファンは、その瞬間にしか味わえないリアルな感動を期待し、番組を楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイのファンも、この特別な夜に彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、心を躍らせて待っていたことでしょう。ハッシュタグ c d t v ライブライブのような番組は、 アーティストにとっても大きな挑戦の場です。多くの視聴者が見守る中でのパフォーマンスは、彼らのキャリアにとって重要な意味を持ちます。特に、新曲を初披露する際には、その曲がどのように受け入れられるかが大きな注目点となります。No.1LineI にとっても、INZM のパフォーマンスがファンや視聴者にどのように響くのかは非常に重要です。この一夜限りのパフォーマンスが、 彼らの未来にどのような影響を与えるのか、その結果が非常に興味深いところです。今回の「ハッシュタグ #CDTV ライブライブ」は、視聴者にとってもアーティストにとっても特別な夜となりました。番組の終了後、多くの視聴者が感動の余韻に浸り、SNS 上ではその感想や興奮が次々とシェアされました。音楽が人々に与える力は、時代を超えて変わらないものです。そして、 その力を最大限に引き出すために、アーティストたちは日々努力を重ねています。ナンバーアンダーラインアイもまた、その努力の結果を今回のパフォーマンスで示しました。しかし、音楽番組の魅力はそれだけにとどまりません。それは、ファンとアーティストとの間に新たな絆を生む場でもあります。今回の「ハッシュタグ c d t v ライブライブでは、視聴者がリアルタイムでアーティストのパフォーマンスを見守り、 感動を共有しましまたその結果アーティストとファンとの間に新たなつながりが生まれ音楽が持つ力を再認識することとなったのです未来に向けて音楽番組はどのように進化していくのでしょうか技術の進歩により視聴者が音楽を楽しむ方法も多様化していますストリーミングサービスや SNS を通じて音楽はますます手軽にアクセスできるものとなりましたしかし テレビでのライブパフォーマンスが持つ特別な魅力は、決して失われることはありません。視聴者は、アーティストの生の声や感情をリアルタイムで感じることができるこの瞬間を、これからも大切にしていくでしょう。最後に、視聴者にとっての音楽番組とは何かを考えると、それは単なるエンターテインメント以上のものです。それは、音楽を通じて人々がつながり、感動を共有する場です。 今回のハッシュタグ CDTV ライブライブもまた、その役割を果たしました。視聴者は、アーティストのパフォーマンスに感動し、その感動を他のファンと共有しました。このような瞬間こそが、音楽の持つ力を象徴しているのです。そして、私たち視聴者は、次の音楽番組を心待ちにしています。次回のハッシュタグ CDTV ライブライブでは、どのようなアーティストが登場し、 どののよううな感動を与えてくれるのでしょうか私たちはその瞬間を待ちながら音楽が持つ力を信じ続けます。音楽は私たちの生活に欠かせない存在であり、その力を再確認するためにこれからも音楽番組を楽しみ続けていくことでしょう。そして次の特別な夜が訪れる日を楽しみにしています。